全日本バレーボール男子の新エース石川祐希選手、3連続得点からペースを取り戻し、逆転快勝発進です。2大会ぶりの五輪出場を目指す日本は、主将の清水がチーム最多の21得点、エースの石川も19得点を挙げ、ベネズエラを振り切った。期待の石川祐希も新エースらしい働きで勝利に貢献したが、15得点の柳田将洋はサーブ、スパイクともに絶好調であった。ネットの反応は、バレーボール男子の石川っていう人すごすぎるねんけど、なんかもうボール見えへん。バレーボール男子を見ていました。日本が勝ちましたよ。今日は昼寝をしてないので眠いです。もう寝ますよ。おやすみなさい。バレーボール男子勝った。初め見てたけど、私が見てると負けそうだからじっと我慢してた。バレーボール男子勝った。最後の点の入り方よくわからんかった。バレーボール男子初戦おめでとうございます。かっこよかった。バレーボール男子迫力すごいですよね。かっこいいです。バレーボール男子日本がベネズエラに勝ちました。次は中国ですね。頑張れ日本。バレーボール男子おめでとう。お疲れ様。帰宅してサンウルブズ戦を最後だけ見て、バレーボール男子世界最終予選を観戦。さーて、犬と散歩に行ってくる。やった。バレーボール男子日本代表初戦勝利。バレーボール男子の日本代表はジャニーズ並みの人気ですが、バレーボール男子のスパイク、女子と違って目で追えない。スローでも速く感じるんだが、バレーボール男子の石川選手を見ていると、かつての木村沙織選手を思い出す。日本男子の南部監督は、スタートダッシュは大切と言い続けていましたので、今日の試合は本当に良かったと思いますと手応えを口にした。今日の2セット目以降のようなバレーボールを最初からしっかり展開して、明日もしっかり勝ちたいと思いますと力強く宣言した。バレーボール男子も女子に続いてリオ五輪への挑戦が始まり、これからの試合展開が見逃せなくなってきた。